はい、皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっとドリフトとは、違った観点で、グリップレース、耐久レースにこちら、アストンマーチン2台が、V01R で、参戦されます。次スピードウェイの、本コースですね。で、フジマン耐久、こちらに、かっこいいアストンマーチンが、2台 V01R の、285358で、参戦されます。はい、こちらが黒い方の、アストンマーチン V8、バンテージですね。こちらの車両はですね、オートサロンでも、うちのブースに、車両を展示させていただきまして、非常に注目を、集めたカーボンカラーのですね、アストンマーチンです。こちらが、V01R 285358ですね。続いてこちらの、ワインレッドの同じくアストンマーチン V8 バンテージです。タイヤサイズの方も、一緒ですね。V0R の285358、前後とも、同サイズで装着しております。こちらは、ロードカーベースの仕様になってますね。こちらの黒い方は、パドルシフトになってますね。はい、こちらがですね、チーム ACR、茜代表になります。おはようございます。おはようございます。今日2台の、アストンマーチンで、ドライバーさんの方は何名で？はい、ドライバーは、はい、私を含み、はい、S 隊ドライバー2人を紹介し、はい、3人で走ります。あ、わかりました。S 隊ドライバーさんね、S 隊ドライバーさんに乗っていただくなんてね、ちょっとうちもありがたいですね。はい。こちらの車は、V8 の NA のままですかね。そうですね。はい。V8 バンテージノーマルが 4.3 リッターの、はい、V8 が 4.3 リッター、2台ともそうですね。2台とも 4.3 リッター V8。 あ、なるほどですね。はい。で、馬力はどれぐらい出てるんですかね。ノーマルが380馬力なんで、はい、赤い方は380ノーマルのまんまです。はい。黒い方は、はい、本当はレーシングカーの GT4 なんで、はい、410馬力ぐらいあるんじゃないかな。あ、なるほどですね。わかりました。ぜひ、ドリフト以外でうちの V01R っていうのがどれぐらいのポテンシャルを持ってるかっていうまだデータ少ないので、非常に楽しみにしておりますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日の、富士スピードウェイ、非常に日差しも強くですね、暑い状況です。路面温度の方ももうすでにですね、50度を超えている状況ですね。タイヤの方はですね、温感で、ターゲット 2.1 ぐらいで、調整できるように、スタート冷感ですね、1.5 か、1.6 で、ちょっと探っていこうという、ことになってます。はい、こちらがですね、エンジンルーム、心臓部になりますね。4.3 V8 エンジンですね。まあ、耐久レースとなりますと、一発の速さよりもですね、どちらかというと、まあ、燃費をしっかりと計算して、給油の回数と、平均的な速さ、このあたりを、いかにですね、作戦通りに走れるかと、いうところも勝負の分かれ目と、なります。はい、今エンジン2機が入りました。こ
これから、予選走行になりますね。なんと前田翼選手のお父さんと、長男かけるくんが応援に来てくれました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。パパは今日は日光で戦ってるね。今練習走行を終えてですね、戻ってきてすぐに、空気圧のチェック入りました。はい、今ですね2台とも、予選走行終了いたしました。だいぶ路面温度、高いんですけれども、まあ、タイヤの方はですね、狙った通りの、仕上がりとセッティングで、空気圧の方もある程度調整が見えてきたかなというところです。はい、今ですね、グリッドウォーク、スタートしました。スタート前にですね各チームのグリッドに、車をつけてスタートします。今回ですね予選走行の結果、総合12位、クラス2位で、予選のタイム、終えてます。今回参戦のクラスがですね、NA スーパークラス、での、エントリーになります。はい、今、12番グリッドに到着しました。はい、今ですね、4時間耐久スタート1分切りました。この緊張感が、高まる時間帯ですね。はい、スタート30秒前ですね。はい、今スタートしました。から約30分経過したところで、今現状のところですとクラストップですね。総合5番手、クラスではトップ、だいたい2分、2秒とか3秒くらいを、基準で燃費計算しながら、走行を続けております。ドライバーまた走行中に忙しくください。
はい、今スタートドライバーですね、田畑選手、ドライバー交代で戻りまして、タイヤのフィーリングについて、確認しております。次元の話からしたらそうでもない、やっぱり一段ちょっと下がったところで、そういう乗り方でなんとなくちょっと任されてる。本当に言うともっと奥までブレーキ残してパーンって入れたいんだけど、多分タイヤだけじゃなくてレフとか誤解になると思う。あ、そうか、そうか、フルバーが入ってる。はい、逆にフロントを上げてみて、フロントの動きを見るか、逆にちょっとギアを、ギアが張ってるのをちょっと下げてあげると、後ろの引きずりが減るのかなっていう気もするんですけど、ね、逆アールとかで、フロントが結構グリップしてる段階で、リアがどういうふうに動くかって言ったら、とりあえず出よう出ようっていう動きが組んで、はい、だからそれは、そのスリックみたいにスカンスカンってんじゃなくて、やっぱりちょっとじわっと組んで、はい、一瞬こういうサイドウォールのよれが来るような、そういう印象が来るから、はい、あんまり低くしちゃうと、余計そのサイドウォールのたわみが大きくなると、それがもっと大きくなるかもしれない。ブレーキングなんかでもたまに出る。ちょっと斜めに入ってたりすると、こういう、後ろがこういう向きを、一瞬。ただ、そうですね。いや、張り切り。あんまりだから減らしちゃうと、それがもっと動きが大きくなってくると、逆に乗りづらいかな。ただ、ちょっといい。もう一回行くってなったら、ちょっとフロント張ってみますか。それで一回見てみよう、はい、でそれでいいか悪いか分かんないけど、なんとか乗ってくるから、はい、それで、今後のアレンジもらえる。分かりました。じゃあ、とりあえずゲートパンを巻きに行くだから、ほんまにぐらいちょっと見よう。そしたら、本館で本館でというか、だから今 2.20 でしょ。そうです。今現状で2.22え、後ろに、そうです、だから後ろに合わせて前を上げる。そうそうそう。今ですね、スタートから1時間ほど経過したところです。順調に順位を、今クラストップ、キープしているところです。あと3時間ですね、このままトラブルなく、クラストップ維持していただけたらと思います。現在ですね、スタートから約1時間半経過したところなんですけれども、今クラス1位、総合2位に、今つけているところです。アストマーチンの参戦しているクラスはですね、 NA スーパークラス、こちらになります。なので、スーパークラスですとか、レーシングクラス、まあもっとハイパワーな車ですとか、あとはスリックタイヤを装着した、車両が参戦しているクラスも含めて今、総合2位 NA スーパーで、食い込んでいるということで、結構すごいんじゃないかなと思います。はい、現在スタートからですね、約2時間、ここでドライバー交代と車両交代がなされます。今走行から戻ってきたばかりのタイヤの状態ですね。だいぶ熱は入ってますけれども、いい減り方で、そんなに熱だれが激しくてタイムが出ないとか、そういうことはないということで、
ちょっと安心しました。ちょっとだいぶ暑いです、はい。今ですね、ちょっとクラッシュがありまして、ちょうど遠いんですけれども、AU と、アウディスポーツの看板あたりですかね、ちょっとコースとタイヤバリアの修復作業のため、レースが一時中断となりました。はい、今ですね、走行再開されました、コース整備のためちょっと中断してたんですけれども、今、再開しております。現在もですね、クラストップ、総合2位に、つけている状態です。はい、今ですね、また赤い方の、車両とドライバーさん交代で準備、入りました。はい、こっちの黒い方のアストンマーティン V8 バンテージですね、今日の走行は終えて、残りは、赤い方の、もう一台のですね、アストンマーティン V8 バンテージに、ゴールを託すということになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。タイヤの方どうですかでしょうか。いや、今回すごい路面暑いですけれども、はい、この7から8に変わったこのスペックはすごくいいです。ありがとうございます。あの信頼性が高くなったのと、はい、タレが少なく。ありがとうございます。この時期だったんで、私の方もだいぶちょっと。ヘリと熱だれとって心配してたんですけれども、このあたりあんまりなかったですかね。そうですね、一番初めを丁寧に温めたんで、はい、丁寧に温めて温感作ったもんですから、これで多分表面もしっかり作れたんで、はい、これが良かったなと思います。あ、今このタイヤの残り約2時間をマックス走って、はい、このタイヤです。まだ結構残ってますね。はい、良かったです。あのブロック落ちも少ないですし、ブロック落ちはほとんどないし、はい、ベルもほとんどないんで、はい、あとはブロックが強くなった。ああ、そうですね。タイヤのよれっていう話をしてましたけれども、はい、あのサイドそんなに柔くなったイメージはなく、はい、逆にブロックがあのしっかりしてきて、はい、でなおかつ表面グリップが強いんで、はい、そういう意味では楽しみです。ありがとうございます。あのサンデードライバーさんが、はい、一番いいタイヤ、
出るタイヤです。ありがとうございます。ライバルエスタイヤなんで。そうですね、ラジアルですけど、エスタイヤ装着の車両と互角に戦ってる順位で今、走ってますんで、はい。まだレースあとちょっと残ってますけれども、結果楽しみです。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい、今ですね、富士湾 GP4 時間耐久、最後フィニッシュ、もう戻ってくると思います。おそらくですね、クラス、NA クラストップ、総合でも4位でフィニッシュできるんじゃないかというところです。NA スーパークラスでですね、総合4位っていうのは、下級キッチの車ですとかスリックタイヤの、車両に混じっての順位なので、結構すごいんじゃないかなと思います。今ですね、走行を終えた、マーチンピットの方に戻ってまいりました。今ですね、ドライバーさん3名で、ビザの、テントをバックに今日戦った2台ですね、記念撮影をしていただいております。プロのカメラマンさんが、撮ってくれています。まあ、本当にですね、V01R、まあ、7月に発売になったばかりですが、ドリフト以外でのですね、まだまだ、どれぐらいのポテンシャルを持っているのかっていうのが、まあ、未知数なところはあったんですけれども、ある程度今日でですね、耐久や、スプリント、グリップレースでも戦えるタイヤになってるんじゃないかというところが、証明していただけたような、気がします。
本当にですね、まあ、NA スーパークラス、まあ、優勝というところなんですけど、総合4位、下級機付きの、ハイパワーなお車ですとか、スリックタイヤ装着の、車のクラスとも、入り混じった中で、4位ですので、非常にいい結果だと思います。はい、ということですね、今回の、富士ワン GP、4時間耐久、これにて今回の動画は終了したいと思います。また次回、ぜひご期待ください。ありがとうございました。